バグです。どうもバグです。本日はですね、白の湯最後の日を借りに参りました。最後ではない。ルイス、バグです。たくさんいないけど、宅食堂してもらいます。たくさん何が変わったと思いますか？この家の変わった部分を探してください。まず照明だろ。はい、切れてたんで、なんか。ありがとうございます。照明と、あ、照明がどういう風に変わったんですか？あ、なんか黄色っぽくなった。と、俺のデスクの上になんか、テレビが増えた。と、あの、置いてた洗濯物がどっかに消えた。どこにいたんだろう。と、うん。と、IH ヒーターか、これ。これはたくさんの。あ、俺んちだ、これ。あ、なんか、棚から発掘しました。あ、あったのかよ。何だったっけな。なんかここあれだな。その辺は触ってないです。触ってない。消臭、これあたりです。うん。あとはあとメガネだろう。あとなんかランプだろう。ペヤンクもあるし、まあ床がめっちゃ綺麗になった。それな、あ、めちゃくちゃだろ。ありがとうございます。と、え、と、タクさん家への居候生活もついにデイ2になって、なんかちょっとずつ慣れてきたんですけど、とりあえず昨日今日と隙があれば掃除機かけたりとか、今日は、お風呂磨いて、でひたすら昨日に引き続き洗濯機の総洗浄をしまくりました。ということで今日は、週末行ってなかった柔道の稽古に行ってこようと思います。ういっす、どうもパグです。本日はですね、あごだし鍋かっこ豆乳鍋を、もつ鍋で進めようと思います。どっちにしますか？じゃあひとまずあごだしの方でいきましょうか。はいはい、328円かっこ354円です。 OK。 はい、ちなみに、現在私、熊本県は、西区上熊本に、上熊本のマックスバリューに来ております。これ何鍋ですか？これは豆乳もつ鍋と言いますね。見ての通りですけど、